はい、こんばんは、お久しぶりです。今日はですね、ちょっとこう俺がバイクで、出かけて行った時のその先での話をちょっと2つほど、まあ共通項があるね、2つのお話なんですけど、皆さんこうねバイクでいろいろ行かれると思うんですけど、これを見に行きたいとかって、出かけることもね、結構あると思うんですよ、ね、富士山見たいとかね、海が見たいとかで、まあそんなこう見たいもののお話なんですけど、一つはですね、俺が高校生の時に、伊豆に、日帰りツーリング行った時にですね、まあ今結構有名な場所になってますけど、天城高原牧場ですか、あの西名峠っていうねところの下の牧場なんですけど、その日俺はあの南伊豆の方のね、あの松崎っていう町からずっとその西名峠の方に向かって上がっていく行ったんですけど、まあ当時はあのもうダートでした、全部全線ダートで、ずっとそのダートをねフォーク3やったんですけど、ね、ガタ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 こう言いながらね登ってって、でまあ、西名峠というか西名峠のちょっと下のね牧場のところの方に行く、まあ、ちょっと今ちょっとさ駐車場があるんですけど、そこに行ったんです。で何を見に行ったかというと、まあ、今でもそこの場所すごい好きなんですが、あの夕日を見に行ったんですよ。16の時に 50cc でね、そこに行ったことがあったんですけど、その時に見た夕日がもう忘れられなくて、行こうっつって、行ったんですけどね。でまあ、非常に綺麗なこう駿河湾にね日が沈んでいくんですけど、海がねこう夕日で染まって、下にねウグスという町がちょっとこう見えるんですけど、そこの家とかのねこう屋根がやはり同じように夕日に照らされてね、こう金色に輝いてくるんですよね。まあそれはもう本当に美しい風景なんですけど、でそれを見たくて行って、でそこでまあ夕日が、ね、日が沈むちょっと前ぐらいについて一人でこう夕日を待ってたんですけど、そこにねこう俺と同じような、やっぱり松崎の方からですね、1台のジープが上がってきたんです。フォローも外していて、で家族が乗ってたんですけど、なんかちょっとこうヤンキー風の男の子と女の子が、俺と同い年ぐらいだったのかな、当時高校生ぐらいかな、ヤンキー系のお兄ちゃんお姉ちゃんが後部座席に乗って、で助手席に お母さんでお父さんがねいて、まあ、ノースリーブに短パンっていう格好でお父さんだけ降りてきたんですよ。でまっすぐもとことここうね俺の方に向かってきたんですけど、まあ屈強な体で、怖い顔してるんですよね、怖もてで、でうわなんでこっちまっすぐ来るんだろうと、結構ねそこそこ広いバスなのにわざわざ俺の方に来るんですよ。なんだろうなんだろうと思って、で近づいてくるその人を見たら、まあ全身ね絵が入ってるわけですよ。まあ明らかにそっち系の方なのかなっていう、でどうしよう怖いな怖いな、でも夕日ね見たいしなんて思ってたら、まあその人が本当に俺のすぐ隣まで、ね、来るんですよね。他に誰もいないんですよ、その家族と俺だけだったんですけど、で俺の隣に来て俺の方見ずに、ね、海の方夕日を眺めながら、まあ、俺もそっち見てたんですけど、一言言ったのは、俺これ見たくて来たんだよなって言ったんですよね。まあその後ちょっとねなんか兄ちゃんどっから来たみたいな話にはちょっとなりましたけど、まあ俺も結局その夕日を見たくてそこに行ってたわけですよね。でその方も同じように、家族は全然なんか全然、どうでもいいみたいな感じで車に乗ってましたけどね、その方も俺と同じようにそれを見たくて来た。
で、もう一つあの話があって、鈴鹿の8時間耐久レース、俺が20歳ぐらいだと思うんですけどね、見に行った時に、当時はまだ試験がなかった頃ですね、最終の試験がね。だから単にこう、まあ、こうやって、ね、ストレートの方からね、スタンドがあってストレートのところからこう見て、こう最終回の方を見ると、丘みたいになってるところからこうバイクが出てきて、曲がりながら出てきて、最終コーナーを回ってストレートに行くっていう場所に、俺はだいたいレースが終わる直前だから7時前ですね、夜の7時前、夜7時がゴールですから7時前にだいたいその最終コーナーのところに行くんですけど、これなんでかっていうと、まあもちろんゴールシーンをね見たいっていうのはもちろんあるんですけども、俺はそれよりもこの要は夜7時にゴールですから、その前なんで太陽はごめんなさい太陽は沈ん、完全には沈んでなかったかな、ちょっとごめんなさいその辺はっきり覚えてないんですけど、まあ真夏なんでね日が長いんですよ。で何にしろこう丘みたいなところがあって、ここにこうコーナーがこうあるんですけど、この後ろが、まあ、ちょっと山っていうかね森はあるんで、森っていうか木があるんでねあれですけど、空の方が夕日とかでこう赤くなってるんですよね。でそれをバックにしながら8時間近くを走ってきたライダーたちが、もちろんもう常にライト点灯指示出てますから、ね、ライトをつけたままバンとこうね、その丘とかがバンとこう出てくるんですよ。でビューッつってこう最終コーナーを回って、ストレートに行くっていう、その夕日をバックにバイクがねこっから出てくるっていう、その本当に一瞬なんですけど、その美しさたるや、もう本当に俺は好きで、でもう本当に、それを見に行ってると言っても過言ではないぐらい、そのワンシーンっていうのが大好きで、でまあその時もですね、まあいつものように座って行ったんですね、その場所に。俺の後ろに、結構高齢なご夫婦がいらっしゃったんですよ、まあいくつかは分かんないけど、まあ70は超えてるのかなっていう感じのご夫婦だったんですけど、でまあそういう状況でね、もうすぐゴールだっていう時に、空も赤くなってる時に、俺のすぐ後ろにいたねそのおじいさんの方が、ご主人の方がね、これが見たかったんだよね、これ見たくて来てんだよね毎年っておっしゃったんですよ。で奥様がね、そうよねってこううなずくように相槌を打つんですけど、なんかもう感動というか感激というか、だから先ほどのね伊豆での話もそうなんですけど、まあ、非常にギャップがあるんですよ、ね、こうちょっとこわもての方がその、ね、夕日を見ながらこれが見たかったんだよっていうのと、そのまあはっきり言ってさっきとレース、ね、してるシーンには、まあ、正直あまりいらっしゃらない高齢のご夫婦のね、そのご主人のこれが見たかったんだよ、これが見たいんだよって言ったあの言葉なんで、俺自身ももちろんそれを見たくて、言っていて、その、まあ、2組というかね、その2人と俺はその時、こう共通のものをね、感じたくて共通の場所にいる、同じ場所にいるっていう、なんでしょうね、なんかちょっと感動的というか感激したというかね、まあそういうお話なんですけどね、ただそれだけといえばただそれだけなんですけど、やっぱり俺も基本的にソロで動く人間なので、ね、綺麗な景色とか今でももちろん見に行ったりとか見たりとかしますけども、なんかねちょっとこう隣に、まあ、知ってる人間であろうが、まあ、全然ね今みたいに赤の他人であろうが、こう共通のもの、同じ時間同じ場所で同じものを見て、感動するっていうね、
こう妙な、なんでしょう、連帯というかつながりというか、 あるのはね、非常に、うん、面白いなと思います。まあそういう話なんですけどねまあそれだけといえばそれだけの話なんですけど、まあそんな俺がバイクで出かけた先での、あの話でした。あともう一個お酒の話、久しぶりにアブさんです。まあ、 あのいろいろ名前を聞いたことあるかと思いますが、もともと1900年の初頭かな、1800年代ですかねにスイスの方でね、最初作られて、商品化されたのはその後にペルノーというね、フランスのペルノー社というね会社が商品化してます。でこれですね、1915年かな頃に、欧米でね、製造販売流通全部禁止されるんですよ。まあ、理由はですね、こんなこいつが幻覚作用を起こすっていう話が当時ありました。まあこれなんでかっていうとですね、まあ、これ主成分、まあ、いろんな、いわゆるこう薬草系リキュールというものに分類されるんですけども、まあ、蒸留酒の中にね、まあ、いろんな薬草とか入ってるんですけど、絶対入ってるのがスターニス、八角ですね、あとは苦いよもぎでですね、まあ、それ以外にもいくつか入ってるんですけども、でこの苦いよもぎの中にですねツヨンっていう成分があります。でこのツヨンがどうもこの幻覚作用とか、まあ、いろんな作用を引き起こしちゃうということで、その1900年代頭にですね、非常にヨーロッパの方で、亡くなってしまうね、自殺とかしてしまう方が非常に増えたんです。で危険だということでね、でどうも幻覚作用もあるらしいみたいな話で、実は証拠はないんですけどね、あるらしいって話で禁止になるんですね。で、まあ実際どうなのかというと、ないですそんな幻覚作用とかはないです、正直なんです。まあ、もう単純に酔っ払った人間のたわごとです。でまあ日本で、ね、でこれその後は1980年代だったと思うんですけど、まあ、WHO の方でそのツヨン成分を抑えれば、まあ、作っていいよみたいな話になって、実際世界的に、まあ、アメリカとかを中心だったかな、流通し始めるのは2000年頃です。で日本にも大体2000年ぐらいだとまた入り始めたんですけど、まあ、日本なんかはそれ以前も別に日本では禁止になってなかったんで、作られてはいたんですけども、まあ、かなり数は限られてましたね。生産量はかなり少なかったようです。まあ、実はうち当時の1970年代のアブさんがちょっと残ってるんですけどね、まあそれはいいんだけど、でまあいろんな、まあ実際幻覚なんかなもないんですけど、非常に味香りともにかなりね独特です。これ飲んだ後次に何飲もうかって言った時に思いつかないぐらい、非常に特別というか変わってます。なので非常にこうなんていうんですかね、好き嫌いが分かれるお酒なんですけど、俺はすごい好きなんですけどね、最近あんま飲んでないですけど、でまあ飲み方いろいろあるんですけど、こうグラスの中にねアブさん入れて、そのにアブさんスプーンっていう、こう穴の開いたスプーンがあるんですけど、こうやってそこに角砂糖を乗っけて上から水をねちょこちょこ落として、まあ要は砂糖にするんですよね、こうでこの中に落として、でそれを飲むというのがね結構有名な飲み方です。まあ他にもいくつかあるんですけど、でまあアブさんもいろいろ種類はあるんですが、俺はこれフランス製なんですけど、フランスの、ベルサントという会社のねラ・ブランシェというね、アブさんです。まあこいつの特徴は、まあアブさんも加糖のものね、糖分を砂糖を足してるもの足してないのとあるんですけど、これは加糖してないやつですね。で度数のですね
阿部さんにしては低めです。阿部さん結構打数度数が高いもの多いんですけど、これ 55% しかないので、まあちょっと強めのウイスキーとかと同じぐらいですね。うん、で俺はこれ基本的にあの割ったりとかなんとかしませんお店で出すとき基本的に ストレートで飲んでくださいと。まあ要はストレートで飲むとこいつのうまさがとても分かるので、ちょっとずついいから、飲むんだったらストレートでっていう言い方してます。まあどうしてもっていう方にはまあロックでお出ししますけど、割ることはないですねこいつは。まあ何かの機会があったらね、あのまあ一杯をね飲むっていうのはなかなかちょっと癖があるんで大変なんで、まあ、バーとかに行くと置いてるところは置いてるので、まあちょっとね、ハーフサイズかね、まあできればちょっとお金払うんでテイスティングさせてくださいみたいなのでもいいと思うんですけど、まあ大概そうするとまあ一応試させてはくれると思います。うん、まあちょっと癖があるんでね、誰にでもというわけにはというふうにはねお勧めちょっとできないですけど、というね、まあ阿部さんの名前は聞いたことある方いらっしゃるかもしれないです。阿部さんという種類のお酒でした。まあ、あんまり長くなるとまたあれなんで今日はこの辺でおやすみなさい。